の祈りを捧げたいと思います。主の祈り、天に立ちます。グリオンベ、グリオンベ、ネガラバニラをアラメとしてもらえ。ヒロキ、 He is the cameraman for today。 神代よりたくさん賛美が、各グループごとに賛美をしていただくことになっています。まあ学芸会のようですけど、神様もそれはどうなんて喜んでくださると思っています。それでは最初にメンズグループが賛美をしてくれます。アレルヤ、こうして34周年の記念の時に主の前に、メンズ男の人たち歌を捧げられる方が歌を捧げられることを感謝します。最初に、これから歌う、歌なんですけど、賛美なんですけども、詩編、28.7節、聖書の朗読から始めさせていただきます。主は私の力、私の盾、私の心は主により頼みます。主の助けを得て私の心は喜び踊ります。歌を捧げて感謝いたします。7 Lord is my strength and my shield. My heart trusts in him and I am helped. My heart leaps for joy.And I will give thanks to him in song. 永遠にあなたと。I'm not
して、まだまだですが、心から賛美します。で、私たちが歌える曲はみんな賛美という曲で、本当にみんなを心に一つにして、神様を褒めたたえたいという気持ちで、この歌を歌います。まだ教会に来たことないと思いますけれども、本当に私たちが今置かれている状況を感謝したいって三つがみんな一致したので、本当にこの賛美を心から歌いたいと思います。
こうなりたいって思うモデルが出てきたような気がしますね。今度はユースバンドですけど、ユースもだんだんお兄ちゃんお姉ちゃんになってきたら、やっぱりこれを模範にするような後を続く子供たちがたくさんいますので、よろしくお願いします。